みなさんどうもどうもこんにちは、本日はですね、私の朝のスキンケアについてお話ししようと思います。ちょっと私はさすがに年齢も年齢なので控えさせていただこうかと思っておりますけれども、私が朝どのような、全て日本から持ってきたものなんですが、どのようなスキンケアを、行っているかご紹介したいと思います。でまずですね、朝起きたら、タングルティーザーかなこれで、髪の毛を解いていきます。トリートメントをたくさん使うようになって、ハイライトでブリーチしたところもだいぶ引っかかりがなくなってきましたけれども、まだまだ油断は禁物なので引き続きヘアのケアも怠らないように続けていこうと思っております。まあ、こんな感じで簡単に櫛で髪を溶かした後に、こちらですね、トーンのブースターセラム美容液です。私は M サイズを買っています。コスメキッチンの店員さんにもおすすめのもの、そのたまたま、紹介してくださったコスメキッチンの方が、行っているスキンケアをもうほぼほぼそのまま使わせていただいているっていう感じです。で、まず導入化粧水でお肌を整えて、はい、次化粧水です。L&K ローション E という化粧水を使っています。これ韓国の、化粧水ですね。これはコスメキッチンではないんですが、韓国系のショップに行ったら、そこの店員の方がもうこの化粧水がおすすめだとおっしゃってたので使わせていただいてます。私爪がですね、1ミリでも伸びてるとちょっと切りたくなっちゃう性格なので、爪はすごい短いです。よし、はい、で次です。こちら、Zエマコンセントレートナイトオイル、まあ美容オイルですね。これナイトオイルって書いてあるんですけれども、朝にもね少しだけつけてます。オイルですね、2滴ぐらいかな。これを手のひらに伸ばして、この上からお化粧すると結構ツヤ肌になったりするのでおすすめです。匂いもとてもいいので、もし コスメキッチン行かれた時は試してみてください。で最後ですね、エッフォオーガニックカーミングクリーム、こういうものですね。で最後にクリームも塗っていきます。ハケがあるのでハケで少量取って手につけて、こういう感じです。5点置きして優しく伸ばしていきます。こちらを首にも、はい、こんな感じでスキンケアを行っております。でこの後、髪の毛を巻いてお化粧をして朝ごはんを食べて、で、午前中に全て家事を終わらせる予定です。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。